ドンリー軍はアメリカが州国テキサス州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は3677人であり、2000年の3829人から3.9%減少した。軍庁所在地はクラレンドン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はフロンティアの弁護士ストックトン・ピードンリーにちなんで名付けられた。 伝説の牛貴族、チャールズ・グッドナイトが晩年をドンリー軍で過ごした。また歴史家で JA 牧場の歴史を表したハーデーとリューバートンの家もあったが、それはグッドナイトがそれ以前に共同所有していたものだった。バートンはクラレンドンカレッジの学長であり、1955年から1963年までクラレンドン市長を務めた。内のほかホールブリスコ アームストロング軍にまたがって JA 牧場がある。ドンリー軍にはまた共和党のアメリカ合衆国会議員、マックス・オンベリーの家もある。航空機の歴史家、ランディア・コードはもともとドンリー軍出身だった。元はウェスタンの音楽家、ハロルド・ド・バグビーと、やはり音楽家で2番目の妻オリーブ・バンドルフ・バグビーが所有していた牧場が軍内にある。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は933平方マイルであり、このうち陸地930平方マイル、水域は3平方マイルで、水域率は0.35%である。軍内を抜けるアメリカ国土287号線沿いに現代的サービスエリアがあり、無料で公衆無線ンが使える。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである、ドンリー群庁舎前の退役兵記念碑。ありがとうございます。